チャンネルではイギリスより世界の料理、お菓子、食周りの情報などをお届けしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、皆さんお疲れ様です。今日はどうしてもミルクレープが食べたくなって作ってみました。ミルクレープって実はあんまり作らないんですけれども、なぜか突如ハーブスっていうケーキ屋さん、皆さんご存知ですか？あそこで食べたフルーツがたっぷり挟まったミルクレープがあるんですけど、それを突如なぜか思い出してしまって、そのためにフルーツを買い集め、週末に作ろうと思いながら1週間仕事を頑張ってきて、やっと時間ができたので土曜日の週末になって作ってみました。クレープはねしょっちゅう作るんですけれども、ミルクレープとして作ることはめったになくって、今回どのぐらいクレープが必要なんだろうと思って、いつもの倍の量でクレープを作ったら、ものすごい量にクレープが余ってしまったので、皆さんはこの2分の1の量で作るといいと思います。はい、分量は 200g の小麦粉、砂糖が大さじ2、そちらに牛乳が 400g、 それから卵を2個、よく混ぜてからクレープ生地が落ち着くまで 2,3 時間そのまま置いておきます。生地だけ作っておいて、ラップをして冷蔵庫にしまって一晩置いても大丈夫です。はい、今回はタークの鉄のフライパンでクレープを焼いていきます。お玉1杯分だとちょっと大きいかなという感じだったんですけど、お玉にだいたいね8分目か9分目ぐらい生地を入れて、フライパンの中に流し込んで、こんな感じでフライパンをくるっと回しながら生地を伸ばしていきます。生地の様子を見ていると、徐々に端っこの方から火が通って色が変わっていくの分かりますか？全体の色が変わったらひっくり返して、ひっくり返したら本当にものの数秒でお皿にとって大丈夫です。今回生地の中に油は入っていないので、フライパンの方にスプレーオイルを2、3回シュッシュッと吹きかけてから焼いています。全部で何枚焼いたかちょっと数えてないんですが、結局ミルクレープのケーキを組み立てるときに、フルーツの前にクリームを敷いて、その間にフルーツを敷いて、そしてまたその上にクリームを塗って、またクレープを重ねますよね。ですので結構な高さになるんですよね。だから結局クレープは全部で6枚とか7枚があれば十分です。フルーツの方は今回いちご、キウイ、缶のマンゴー、それから熟れた梨を使いました。本当はねバナナを入れた方が美味しいんですよ。ですが買っておいたバナナをね 2,3 日の間に全部食べられちゃったんです。バナナを入れるとクリームの中に砂糖をほんのちょっとしか入れないでもすごく甘くなって美味しくなるんですけど、バナナがなかったので致し方なく熟れたペアと、あとはマンゴー、缶詰のマンゴーがね結構甘いので美味しかったです。はい、ひたすらフルーツを、皮を剥いて薄く切っていきます。フルーツは本当何でも好きなものを入れればいいと思います。Thank you.
はい、こちら生クリームの中に、600ml の生クリームに大さじ3杯のお砂糖を入れました。こちらをこれから泡立てていきます。生クリームはこれぐらいの硬さになるまで泡立てました。本当は絞り袋なんて使わなくても普通にナイフでクリームを塗ってその上にフルーツを並べていけば全然問題ないんですけど、なんとなくこの絞り袋がたくさんうちにあったので使いたくて今回は使いました。フルーツの乗せ方も各自それぞれ好きな感じでいいと思います。一段のところにいろんなフルーツをたくさん乗っけてもいいし、一段ごとにフルーツの種類ごとに乗っけてもいいし、私は今回あのハーブスのケーキを真似したかったので、なんとなくおぼろげなイメージでフルーツがその段ごとに、例えばキウイの段、イチゴの段、バナナの段みたいになっていた記憶がおぼろげにあったのでそうしました。上の方になってきたらフルーツが中途半端に余ったので、だんだん適当になってバラバラのフルーツを入れたりもしましたけども、だいたいこうやって揃えておきました。1段目に梨、2段目にイチゴみたいな感じで置いていきます。いや、やってみて思いましたけれども、結構手間がかかるお菓子ですよね。なんとか完成しました。こんな感じでぐるりと、結構雑ですけれども、なんとか完成してラップをして少し冷蔵庫の中で休ませました。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、私は今ずっとお砂糖立ちをしておりまして、1ヶ月以上お砂糖を取ってないんですね。で、今回はもう週末だし、たまにはお菓子作りしてあげようと思って子どもたちにも普段全然お菓子作らなくなっちゃったんで、自分もミルクレープがどうしても食べたくなって作ったんですね。で、生クリームの中に入れた大さじ3の砂糖以外は一切砂糖は入ってないんですが、そのお砂糖もうちはエリスリトールを使っているので、お砂糖はとりあえずゼロのお菓子になります。で、エリスリトールも毎日は取りたくないので、こうやってお菓子をどうしても作りたくなった時だけ使おうかなと思って使っています。あとね、切るのがやっぱり結構難しい。これはナイフを温めても結構クレープが柔らかいから結構切りにくいんですよね。結構恐る恐る切り分けております。割とね、ナイフを縦にしてこうやって少しずつこう切り込みを入れながら切るようにするとうまくいく感じです。まあ、なかなか綺麗に盛り付けるのは難しかったんですが、本当に1週間ずっと食べたかっただけあって、本当に美味しくて、なんと2切れも食べてしまいました。
そしてね、意外とこのお菓子そんなにアンヘルシーではないと思いました。だってフルーツが本当にふんだんに使われているから、フルーツとクリームとクレープで言ったら1人に1枚分か2枚分ぐらいしか食べない計算になるから、そんなには悪くないデザートだと思います。何よりあのハーブスのクレープのケーキが本当に食べたくてしょうがなくて、もう念願が叶ったような気分です。ということで今日は、ハーブスのケーキを目指してミルクレープを作ってみました。フルーツを挟まなくてもきっと美味しいと思いますけども、こうやってたっぷりたくさんいろんなフルーツを挟むとすごく楽しいです。はい、ぜひ作ってみてください。はい、今日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。